アピチャート・ポン・ウィーラ・セータ君は、タイの映画監督、映画プロデューサー、脚本家、美術家、多摩美術大学特任教授。チェンマイを拠点に、映画やビデオ映像、写真を制作する。愛称は、ジョー。1970年7月16日、タイのバンコクに生まれる。両親は、医者で、高音県県の病院で働いていた。1993年に、 短編映画、ブレットで監督デビュー。1994年、高音圏大学で建築学士号を取得。1997年、留学先のシカゴ美術館附属美術大学で美術、映画制作の修士号を取得。1999年、映画制作会社キックザ・マシーンを設立。2000年、初の長編映画、マヒルの不思議な物体を発表。 2002年、ブリス・フリー・ユアーズが第55回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品され、同部門のグランプリを受賞した。また、第3回東京フィルメックスでも最優秀作品賞を受賞している。2004年、トロピカル・マラディが第57回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、審査員を受賞。 第5回東京フィルメックスで2作連続となる最優秀作品賞を受賞した。また、カイエデュシネマの2004年の映画トップ10の第1位に選出されている。2006年、世紀の光が第63回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品された。2010年、文美、おじさんの森が第63回カンヌ国際映画祭で、 対映画史上初めてとなるパルムドールを受賞。審査員長のティム・バートンは、我々は映画にサプライズを求めている。この映画はそのサプライズを多くの人々にもたらしたと語った。2011年、母校のシカゴ美術館付属美術大学より名誉博士号を授与。2012年、メコンホテルが第65回カンヌ国際映画祭のスペシャルスクリーニングで上映され、 第13回東京フィルメックスでも特別招待作品として上映された。2013年第24回福岡アジア文化賞芸術文化賞を受賞。2020年多摩美術大学特任教授。2021年ティルダス・ウィントンを主演に迎えた自身初の英語作品メモリアが第74回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され。 震災遺書を受賞した。日本の研究者、中村則彦によると、映画は、アピチャッポンを構成する一要素に過ぎないという。京都市立芸術大学ギャラリーケイクアの開館後、周年記念展、アピチャッポンウィーラセタクン古典、フォートフォービアマイナスを観客として訪れた中村は、東北大という生産な歴史が埋もれる土地で、彼は、映画だけでなく、インスタレーションや、 メガボルトや写真まで制作することで、初めて複雑かつ広大なネットワークを作り上げた。結果、異次元の複雑さで観客を引きつけるとしている。アピチャート・ポン・ウィーラセータ君については、日本語のカタカナ表記が乱立した。美術作品のエージェントである、友も鈴木ジャパンによると、2007年に来日した際、本人の同意を得て、アピチャ・ポン・ウィーラセータ君で、 統一作業を行っていると主張している。しかし、日本人の名前と同様、タイ人の名前は意味ある語彙の集合によって形成されるため、アピチャーとポンとすでに確立された日本語表記がある。また、アピチャッポンウィーラセタ君ではタンボインと長インの表記が混同されて使用されており、表記上の不備が多い。そのため、国際交流基金、東京外国語大学等では、 アピチャート・ポン・ウィーラ・セータ君の名称が使用されている。ただ、国際交流基金は、2009年に開催した、上映会、国際交流基金アジア映画ベストセレクション以降、展覧会の公演も含め、アピチャ・ポン・ウィーラ・セータ君と表記している。また、文美おじさんの森を配給した、シネマライズ、世紀の光と、光の墓を配給したムビオラも、 友鈴木ジャパンと同じ立場を取り、アピチャッポン・ウィーラセタ君と表記する旨は、2018年、イメージフォーラムで、開催の、映画、美術、舞台、様々な角度からアピチャッポンについて語る、クロストークイベントで明言されている。その壇上に立った、東京フィルメックスディレクターも大勢の中で本人の発音を聞いて、アピチャッポン・ウィーラセタ君という日本語表記が、 当人の発音に最も近いと合意した事実を伝えた。ありがとうございます。